セールスのたたりじゃ。実家へ帰った日の奥さんが送って起こしたのか、それ。女房の意思じゃないんだ、親が書かしたんだ。娘にこれ以上苦労させるわけにはいかない。お前がしっかりしなきゃいけないんだぞ。地方にセールスに来たのに仕事そっちのけで女と浮気することばっかり考えてんだろ。バカ、そんなんじゃないよ、お前。おふくろとの折り合いが悪いんだよ。おふくろとうまくいくだろうと思って今の女房と結婚したのにさ。僕インテリだからさ、インテリの女じゃないとダメだと思ってさ。そういうことはインテリとは何も関係ないんだよ。お前も少し勉強しろよ。え？ほら、成績不振で俺と一緒に回れって言われたんだぞ。同期の俺について回れって言われたんだぞ。恥ずかしいと思わないのか。消しなよ。隠してお願い。あと。
ノール市場までやってくれ。こういう人を見かけませんでしたでしょうか。すいません。こういう人を見かけたことないですか。着いたのは沖縄だったのよ。竜宮城は琉球城、綺麗な女の人たちや美味しい料理に囲まれてここは天国だったわ。でも浦島太郎はいつまでも昔のことが忘れられなかったの。乙姫様は浦島太郎を返してあげたの、昔の世界へ。玉手箱の中に入っていたのは浦島太郎がどうしても忘れられなかった過去。サンキュー。どこ行くの？お友達行っとこう。さよなら。おい、ちょっとさ、おい、名前教えて。ね。お家寄った？帰ってきたのか、時恵ちゃん。こんにちは。彼女をよく仕事覚えてくれてね、紹介してくれた時恵ちゃんに感謝してる。嘘よ、失敗ばっかりしてね、しょっちゅう羽根さんに叱られてる。この間羽根さんに言われてね、初めて紅型の色差しをやらせてもらったの。あんな鮮やかな色の染め物をこの手で作ってるなんて信じられなかった。和子さん綺麗になったわ。だって私は一度死んだんだもの。そして時恵ちゃんにまた生き返らせてもらった。オーバーなこと言わないで。オーバーじゃないって。翔一が交通事故で死んだ時、
時計ちゃんが同じアパートにいなかったら和子さん目を離すとすぐ死のうとするんだから時計ちゃん私に付きっきりで死ぬな死ぬなって最後には二人で喧嘩みたいにして和子さん、うん、私昔話をしに来たわけじゃないのよ。和子さんが今幸せかどうか見に来ただけ。和子さんの顔が見たかっただけ。幸せよ時計ちゃん。時計ちゃん私に言ったわよね、あったかいとこへ行けって。海も空も波も優しいとこへ行けって。そしたら昔のことなんて忘れられるって。時計ちゃんの言う通りにしてよかった。本当によかったすぐ泣くこういう人を見かけたことないですか。すいません。すいません。人探してるんですよ。可愛い子じゃないの。顔は可愛いけどひどい女ですよ。俺は隠してたけどいろんな男と関係してた。俺がそれ責めると私の過去はあなたのものじゃないって謝ろうともしない。俺は時計と暮らすために無理していいアパート借りてやって家財道具だって立派なやつを揃えてやって洋服だっていっぱい買ってやった。俺その頃小さな会社の経理やってましたからね、多少の金は自由になったんですよ。それなのに時計ある日俺と別れるって言い出してそのままアパート出てってしまったんですよ。俺の人生めちゃくちゃにしたのはあいつなんだ。俺は時計のことをいろいろ調べ上げたんですよ。時計のことが知りたくて時計を少しでも自分のものにしたくて。そんな女はなぜ探し回ってんですか。謝らせるんですよ。俺の前に土下座して謝らせるんです。そうしないと俺の気持ちは収まらない。あんな女に自分の人生めちゃくちゃにされて黙ってられると思ってるんですか。あなただってそうでしょ。何が。あなただって奥さんに謝らせたでしょ。突然出てった奥さん見つけ出して自分の前に土下座して謝らせたでしょ。いや俺はそんなんじゃないよ。じゃあなぜ探してるんですか。5年も前に出てった奥さん。俺の友達が那覇の市場で買い物してるのを見たって言うんだ。声かけたら逃げるように行ってしまったって。間違いないから探してこいってそう言われたんですよ。仲間に言われたから来たんですか。ごまかさないでください。あんただって奥さん憎んでるはずだ。それともまだ愛してるって言うんですか。自分を捨ててった女をそんなの嘘だ。俺はただ自分の気持ちに決着をつけたいだけだよ。決着。あいつがある日なぜ突然出て行ってしまったのか、その訳が知りたいだけだ。それに子供がどうしてるかそれも聞きたいしね。出て行った時ちょうど二つになったばっかりだったんだよ。
なんだ、このボタンを押して注文すると何する？早くできるやつでいいよ。お一番安いやつな。まあ、お前出張にもらってきたんじゃないか。ハンバーグとコーヒーでいいか？いくら？ハンバーグが200円のコーヒーが100円だ。うん、それでいい。すいません、あのハンバーグ…はい、9番どうぞ。ハンバーグとコーヒー2つずつください。ハンバーガー2つにコーヒー2つですね。はい、はい、かしこまりました。はい、どうも。ちょっとこういうのを映画で見たことあるな。うん、こんにちは。こんにちは。おい、どうしてお前はそうなんだよ。何が？それぐらい熱心仕事したらとなんだよ。やったじゃないか、お前。半日でお前2つも取ったよ、お前。まあ大したもん物件じゃないけどさ、大成功。お前が取ったんじゃないだろ、俺の粘りが成功したんだろ。そうか？そうだよ。あ、ちょっとテンポアップでいかないとダメだな。これはお前のか？乙姫様のだ。住所が分かるかもしれない。やめろよ、人のもやめろよ、お前。なんだ、届けられるじゃないか。警察で届けりゃいいじゃないかよ。バカ、お前、せっかく忘れて行ったんだぞ、ここに。せっかく？バカじゃないか、お前。なんだこれ。バカ、お前。こいつのだ、これ。何？いやー、600円か。奥さんのバッグ取ろう。入れ違えちゃってね。どうもありがとう。どうもご苦労様。どうもすいません。バカ野郎、人のせいにすんじゃねえよ。あった。沖縄県国頭郡国神村。いやセールスに来るところの地名の読み方ぐらい覚えとけよ。国神村。宮城と聞いて。時ちゃんか。このままに体が衰弱し死んでしまう。やめてキムソーレ、お願いだからやめてキムソーレ。我が死に出せ。私が言わんとしていることも分かりやさね。なんでちょんじゃ、お願いなくて意味せえが。
こんにちは。あの人ずっとあそこでああやって座ってるんですか。元は学校の先生だったんですよ。現役時代はいろいろと問題を起こしてですね、退職してからはああしてあっちこっちでハンスとして、ただ昼間さぬやあんたが辻のぶちむくるさんだろ、何だ思うかな。あのね、みんながあの戦争のことを簡単に忘れているんだって。つい30年前の沖縄は山や川も血で染まるほどたくさんの人が死んだっていうのに、そう言ってね。でも今時戦争反対なんてされてもね、私たちも困るんですよ。いやあ、わしらなんか、あ、すごく順にやな、くじぬるかわいそうだ。いや、お、おばさん、どうもありがとう。観光出したんですか。また連想利用あずき、ごめんください。ごめんください。こんにちは。タイムセガヤ。あ、この人。何の用事がや。あの、時江さんってお嬢さんですか、こちらの。はい。娘氏が時江は。あの、いらっしゃいますか。いいえ。今はあのこれ時江さんが僕らの車の中に忘れていったもんなんです。時江がうちなんか消えてちょ。あれ知らなかったですか。本当に消えてちょうがや。あ、僕たちは一緒の船に乗り合わせまして。マンケオゲや名前、僕たちはちょっとわからないんです。あのすぐ別れちゃったもんですから。消えてちょうるごと一とらし時えんかい、帰ってくるように一とらし。父ちゃんがあんなことを始めたのも時えのためなんです。時えちゃんのため。父ちゃんあのまま死いるんし、父ちゃんの死にるする、父ちゃんの死んだ方がいいんで思うとおるはじいしが。死んだ方がいいって。死ぬ気で、あんごとのこと死がおらわからん。死ぬ気って。帰ってくるように時えんかいちとらし。なあ、わがちゃしが死むらわからん。時えに帰ってくるようにいちとらし。時えを連れてきてください。どうだった、分かった。ダメです。でも時計は高校時代に沖縄のホテルでアルバイトしたことがあるって言ってたんですよ。どっかで誰か知ってる人がいるはずなんだ、時計の顔。よし行こう。まだ付き合ってくれるんですか、おに。夕方にもう一度市場に行ってみる以外に探しようがないんだ。俺の方は日常の買い物なら毎日来るはずだってね、市場の方がそう言ってた。俺もお前と同じだったよ。
女房が出て行ってから1年ぐらい、そうやってひたすら女房のことを憎んだそれだけに会いたかったんだよ。行こう。いや、これちょうだいよ。これこれください。これね。はい、持ってね。ここだ、違いますよ、ここだ。はい、どうもありがとう。他何かいる？おネギ。知らない、スプレーみたいな。あ、持つ持つ。名古屋でウェイトレスやってる時に知り合って、ちょっと前で一緒に暮らしてたの。沖縄まで追っかけてくるなんてね。よっぽど好きなんだ、時計ちゃんのこと。よくはしてくれたけど、生まれて初めて好きになった女だからって。でも一緒になった時から私の過去ばっかり知りたがるの。とうとう私が神戸にいた時に体を打ったことがあることまで調べ出してきて。だって時計ちゃん、あれはどういうことなんだよ。どういうことなんだよ。そこに書いてある通りよ。お前、俺に嘘ばっかりついてきた。愛してんのはあなただけだって言って、今まで何人男いたんだよ。おまけにこんなことまで、こんなことまで。何だもう。愛しているのはあなただけよ、今は。だからあなたのために一生懸命生きてきた。あなたのために一生懸命やってきたんじゃないの。それなのにどうして私の過去ばっかり興味持つの。どうして私の過去ばっかり知りたがるの。どうして今のままの私を愛してくれないの。どうしてなの。勝手なこと言うな。一緒になった女が何をしてたか知りたがるのは男として当然のことだろ。俺はな、お前がこんな女だと思わなかったんだよ。こんな女とは、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 こんな女とは。私は一生懸命生きてきたわ。生きるためにしたことだもの。私は後悔なんかしてない。自分のことは自分で決める。人に決めてもらいたくない。私はいつも一生懸命男の人を愛してきたわ。一生懸命努力したのよ。はい。どなたですか。僕です。あ、こんばんは。時計ちゃんが来いって言うから。いらっしゃい。これよくわからないけど、いろいろ買ってきて。あら、すみません。時計は俺のもんだ。俺のもんだ。そうでしょう、木原さん。俺は時計を愛してたんだ。その人間の全てを俺のものにしようとして何が悪いんだ。時計は俺のもの、俺のものだ。帰ってきてほしいんだよ。離婚届けてるんだ。いや、だから別にサインしてないよ。まあ、そんなこと、そう、そんなこと、そんな簡単にいかないよ。俺と別れたがってることなんてないんだもん、陽子は。向こうの親が捜査してるに決まってるんだから。え、何言ってんのか。なんで俺が陽子の肩を持たないといけないの。ただそう簡単にはいかないってそう言ってるだけじゃないの。え、
死んでしまうのも。いやだってそうじゃないの、2年も一緒に暮らしてんだよ。何別の人って。え、いやだからそう簡単にはいかないって。多い人は5キロから5キロも入る。いや大丈夫だよ。魚をいっぱい取った人も。いやまあただどういうわけかすごい寒くて震え上がってるけどさ。分かった、じゃあ待ってますから。それじゃあね。はい、はい、どうも。お風呂が前によろしくって。はいはい。浅いでんだよお風呂。陽子が出て行ったもんだから。北海道、松江、沖縄か。今度はあの出くわさねえな。あのほら、あのなんだっけ、陸曹屋のさ、木原さんか。おう、沖縄までは来ないだろう。はい、もしもし。あ、いくらですか。はい、はい、どういくらだ。2010円。出張費で払えよ。お前連絡費で落としてくれよ。使用電話だろうが。いいじゃないか、それぐらい。こうし、今度はセールスマンの落とし穴だって言ったろ。ダメだよ、そういうことじゃ。ダメだ。分かったよ、奇跡のセールスマン。奇跡。はあ、バッチリだ。どうしてるかな、家帰ったかな、乙姫様は。あのさ、この間車の中に缶袋を忘れていったろ。そう、でも大したもの入ってないから。届けといた、うちに。あはまで行ったの。あ、ついでがあったから。そう、サンキュー。あのさ、どうしてうちへ戻らないの。おふくろさんに連れてこいなんて頼まれちゃった。おやさんがさ。知ってる。君のためだって言ってたよ、おふくろさんが。お袋さん困ってたよ。どうしていいか分かんないからさ、帰ってきてくれって。どうして帰んない。帰りたくないからよ。どうして。ここを中途で家へ出てからそれ以来帰ってないらしいじゃないの。なぜ、なぜ帰んないの。自分の親が住んでるうちじゃないの。知りたい。まあ知りたい。後ろに乗ったら教えてあげる。ね、乗る。あ、乗ろ。何やってんだよ。おい、お何やってんだお前。田口、動くんだバカ。田口、thank you.
ギザギザ、カメの、なんか、まあ、カメっていうか、キッコーバーって言うんだろう。カメの甲の皮の形してるから。本当は女の人がお産してる格好なの。え？人間は女の人の体の中から生まれて、またそこに戻るのよ。そういうお墓なの。あらあら、ダメだこれ、この人気持ちよさだろうよ。私ここから飛び降りたのよ、一度下から吹き上げてきた風に吹き戻されて途中の木に引っかかった。この間さ、アメリカでさ、エンパイアステートビルの85階から飛び降りて84階の窓に引っかかった人がいたじゃない。あれと同じ。その人ももう引っかかってから必死で84階の窓に入り込んだんだって。あれさ、本当？本当よ、ほら新聞に出てたじゃない。いや、飛び降りたっていう方の話本当。いつ？中学の時。中学の時私アメリカ兵に乱暴されたの。お父さんはその時のことを忘れていないの。私が家を出たのはお父さんやお母さんがいつまでも昔のことを忘れてくれないから。私が家へ帰りたくないのはいつまでも昔のことを覚えているから。仕事より大切なことだってあるんだよ。
恵ちゃん。時恵ちゃん、うん、昨日も一昨日も家帰らないから私心配になってきた。なぜ？時恵ちゃん、交通事故で子供を亡くした私が半狂乱だった時、時恵ちゃんあんなに親切にしてくれたじゃない。私を立ち直らせてくれたじゃないね。お父さんにも今そうしてあげて。辛いかもしれないけど、お父さんに昔のことを忘れさせてあげられるのは時恵ちゃんしかいないのよ。今の時恵ちゃんを見せてあげるしか他にないの、今のね。分かったんですよ、木原さん。分かった。ええ、時計は昔ここでアルバイトしてたんだ。ほう。時計の顔してた人間がいたんですよ。どこなんだよね。分かったんですよ、時計の実家が国頭村。があんなことしてもタンフレもつきつもらん、ついやきのんりやもんのお父さんの一人頑張って。お父さん、時計よ、大きくなったでしょ。綺麗になったでしょ。私変わったのよ、お父さん。一生懸命変わったのよ。嫌なことを忘れようと一生懸命変わったの。私は一生懸命忘れたのに、お父さんが忘れてくれなかった。どうして昔のことを忘れちゃいけないの？どうして嫌なことを忘れちゃいけないの？昔のことなんか忘れて、その日その日を精一杯暮らしたいと一生懸命だった。それでなぜいけないの？なぜ？ねえ、お父さん何か言って。どうしてなの？どうして忘れちゃいけないの？必死で忘れた。一生懸命忘れようとしたのよ。だから今こうして生きているのよ、お父さん。おねえ、忘れるくてのならんたぐつ、今こうして生きているのだ。時へ、みんな忘れてしまってもいいと思う。戦争も、そして
アメリカ兵のことも。でもわしだけは忘れない。忘れたくても忘れてならないこともある。お父さんはみんなが昔のことを簡単に忘れてしまうって怒っているのね。でも誰だってそう簡単に昔のことを忘れられるわけじゃないのよ。忘れられないけど一生懸命忘れようとしているだけよ。昔のことなんか忘れて その日精一杯楽しく生きようとしているだけよ。一人正しい顔して。お父さん間違ってる。間違ってる。お父さん。帰れんな。セリー何時だ？8時。じゃまだ時間あるな。何？彼女の乗ってたオートバイの持ち主が分かったんだよな。ナンバー調べたら。お前いつの間にそんなこと調べたの？首里で瓶型やってる羽地っていう人のもんなんだけど、その人のところに行ったらさ、彼女のこと分かるかもしれない。彼女、おふくろさんに知らせてやりたいんだ。関係ないよ俺たちには。まあちょっと言おうか。あのさ、俺彼女の気持ちもよくわかるんだよな。そしてあんなことやってる親父さんの気持ちもよくわかるんだ。しかしな、一番かわいそうなのはさ、間でどうやっていいかわかんないっていうさ、おくろさんじゃないかな。関係ないよ。まあ知らせてやりたいんだ。頼む。お前はすぐかわいそうになるんだな。人のおふくろさんでもマザーコンプレックスだぞお前は。しょうがないよ。小さい時親父が死んでたった一人で育ててくれたんだ。まあ生地インテリだったから雑草のようにたくましくってわけにはいかなかったけどさ、それでも一生懸命強くなろうとしてる。子供の目にも痛々しく思えた。そんなこと俺知ってるからな。ついおふくろの気持ちが分かる。しょうがないじゃないか。行くか。今日は泊まってった。ここに和子さん。うん。おばさん、こんにちは。おばさん、帰ってたの？いや、おばさんにあの君の居所を教えようと思って。ありがとう。帰ってきましたよ。時家もお父さんも。よかったね、おばさん。はい。
よかった。あの、僕たち今日引き上げるんです。そう。時計ちゃん、ちょっと散歩してくる私。昔からの古い村だって言ってたから。ちょっと聞いてきます。すいません、宮城さんってうちどこですか？あの、宮城さんってうちなんですけど。和子。木原さん、木原さんが探した人って。なのか。どうした。死んだんです。三つの時に交通事故で。許してください。許して。あんたが殺したんだよ。あんたが子供連れて黙って血ずるったりするからこんな目にあんだ。あんたが殺したんだ。あんたが殺したんだよ。黙ってろ。死んだのか。死んだのか。死んだのか。本当に私も死のうと思ったら、その時何度も何度も死のうとした。死んだ気になってもう一度やり直そうと思って。ごめんなさい。ごめんなさい。和子さん。時計。大口、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 
ことするのよ。お前俺のもんだ、俺のもんだ、俺のもんだ。あんまり痛くないんだよね。喋るな。どうしちゃったのかしら。黙ってろ。あの人は？あと 2,3 日治ったら俺一緒に帰る。帰るよ。これね、私が染めたの。初めて。綺麗だな。そうでしょ。時江さんにここへ連れてきてもらった時、何にも考えるなって言われたの。この瓶型の技術を覚えること以外何にも考えるなって。やっとできるようになったね、ここまで。生きててよかったなって思えるようになったの。私はあの時あなたと暮らしてて、もういいよ。いいんだよ、もの昔のことは。時江さんっていう人が言ってたよ。ここは君が暮らすのに一番いいとこだって。空も海も風も、それに人も優しいって。大したことないな。たださ、手のところに血がブワーッと出たときさ、あれでそっとしちゃったの、びっくりした。小さい時からさ、血見るの大嫌いだからさ。木原さんどうしてる？あなたが治ったら一緒に帰るって。帰る？せっかく奥さんに会えたんな。
竜宮城の夢見た。え、僕が浦島太郎でさ、君が乙姫様でさ変な乙姫様だったでしょ。あのね、帰り際に玉手箱くれたんだね。で、絶対に開けちゃダメだって。で、開けようとしたら目が覚めた。玉手箱の中にはね、本当はね、本当は鏡が入ってたのよ。お互いの心を見つめる鏡。はい。傷だらけになっちゃった、お互いに。しかし、すみません、俺のためにおまけに残ってもらって。二人のうちどっちかが会社に戻らなきゃならないって困ってたろ、あの伊予君。だから俺が残ってやるよって言ったらさ、あいつ夏の顔して喜んでたよ。優しいんですよ、あれでも結構。どうするんですか、これから木原さんは。うん、せっかくあの奥さんと出会ったのに。わからんよ。俺ね、セールス辞めようかと思ってるんですよ。どうして。俺はダメだもの、わかるでしょ。大口。はい。俺も今の仕事辞めようと思ってんだよ。え、また新しく始めたいんだ。あ、俺ちょっと電話かけてきます。ヨカがね、俺が怪我したって言ったら、お袋がくるくるってうるさいんです。すいません、ちょっと。お母さん。うん。あ、ちょっと俺はそそっかしいからさ、ちょっとヘマしただけなんだから。うん。で、もう退院したから。明日帰る。え？病院教えろって。いや、病院教えたらさ、母さん来るじゃないの。いや、だからわざわざそんな遠くから来ることないんだから。母親だからってす。いやだからもう大丈夫よ。母さん、俺もう26よ。一人前の男よ。転んでもさ、一人で起き上げられるしさ。小さい時母さんが俺が転んだりしたらさ、母さん起こしてくれたりしてたじゃない。もうあの頃の俺じゃないんだからさ。ちゃんとできる年頃なんだからさ、それが26なんだからさ、それ分かってよ。泣くなよ、母さん。とにかくさ、俺はもう昔のままの俺じゃないんだから。母さんと俺との関係だってそれ変わっていくよ。それしょうがないじゃないの。泣くなよ、母さん。泣くなよ。とにかく明日帰るから。夕方まで帰るから。切るからね。切るよ。一度は言わなきゃいけなかったんです。
母さんはいつまでも昔の俺しか見てないから。そうだよ、きっと。え？少なくとも俺と和子にとってはそうだった。浦島太郎の玉手箱の中には本当は鏡が入っていたそうですよ。浦島はそれを開けてみて、いつの間にか自分が年を取ってるのを初めて知ったんです。沖縄には四季がないでしょう。浦島は煙で年を取ったんじゃないんです。鏡を見たんです。俺も昔に引きずられて自分が年を取るのを忘れちゃったらやっぱり悲劇だろうな。やっぱり自分自身で年を取っていい。彼女は知ってたんだよ、きっと。今だけを生きるということはいつも玉手箱の中の鏡と向かい合うことだった。それが一番己に厳しい生き方なんだってこと、きっと知ってたんだろう。